はい、皆さんこんにちは、森蔵です。今日はですね、ラアクション編の続き第10話、フロントフックとリアフックの役割の違いをお話ししていこうと思うんですけど、まあもう今更感はね、否めませんよね。これまでに散々いろんな話をしてた中に、まあフロントフックとリアフックの話たくさん出てきたんですけど、まあ結論をちょっとね、お話ししていこうかな。結論っていうかね、この現状における、そのフロントフックとリアフックってじゃあ何なのっていうね、そのお話を聞きたいなと思ってるんですけど、僕の中では担当直入に、言いますと、唯一、現場の状況を探ることができる、アイテムだなっていうふうに思っています。はい、まあ唯一と言ってしまうとまたね、大げさなんですけど、非常に高い、なんていうんだ、精度でこの現場の状態を、その紐解いていくことに長けてるのが、フックではないかと思ってます。まあ、それはどういうことかというと、アクションにしたって、まあ、その水流の流れが起きてるのか起きてないのかとか、その、まあ、見た目にもね、動きが出てるかどうかっていうのをフックのバランスを変えることによって変えたりできるので、まあ、例えば潮が動かない時に、潮が動くまでルアーが動かないのを待ってるんではなくて、自分から合わせに行くとか、そういうことができたりだとか、まあ、例えば魚のそのね、バイトにしたって、フッキングが前だったらどういうバイトしてるか、後ろだったらどういうふうにバイトしてるかっていうことを推測したりすることができる唯一のね、ツールじゃないかなと思ってます。はい、でまあその魚釣りって結局魚のね、状態を見極めて、まあその人間がいろいろ判断して、まあ、いろんな解析をしながら、いろんなケースバイケース、状況条件合わせてやっていくんですけど、やっぱり、やればやるほど僕の中で痛感するのが、魚のことは分からない。分からないですね。魚のことは本当分からなくて、推測、人間側から推測することによって、いろんな、ね、その、まあ、バリエーションだったり、パターンだったり、まあ、例えばその、ね、そこに向かっていくための逆算だったりっていうのをいろいろしていくわけですけど、まあ、中でも、一番分からないのは魚の起源なんですね。これね、なかなか分かりえない。ただその魚のね、目線だったり、さっきね、この今回のお話しましたけど、魚の目線だったり、いろんな魚のその立場に基づいて、人間側の目線と魚の目線をね、照らし合わせながら、こうやってね、両方がこういう風に近づいていく、このちょうど、ね、中間地点にあたりにアジャストしていくと、答えが導き出しやすくなるんじゃないかなっていうのが僕の考えです。なのでまあやっぱりですね、このツインフックにしてもトリプルフックにしても、このツールを使ったことによってどんな結果が得られたかっていうのを元に、推測することが可能で、まあこれね、唯一と言っていいのが、このね、例えばフックにかかってる状態、魚の勘抜き、例えば、まあ、例えばですよ、例えば、まあ、これ魚のこのね、こっちの勘抜き、この場合だったら、手のね、この左の勘抜きにこうやって刺さってるとするじゃないですか。これ魚の口だとしたらね、こうやって手だから、この隙間なんだけど、この左の勘抜きに針が刺さってるという前提になった時に、じゃあ、左に刺さったということは、右に反転したなっていうことがわかるわけですよ。はい、これね、もう結構ね、もうこれ以上マニアックだから説明しませんけど、これも案外、どんな状況でどんな風に魚が出たら、右に行くかとか、左に行くかとか、そういうこともね、意外とね、傾向として現れます。はい、これは魚を釣っただけでは、ね、ダメで、釣った後にどんな針がどんな場所にかかってて、でどういう風に、突き刺さってその貫通してるかとか、そういうのを含めて全部考察することによって導き出せます。なので、もちろんさっきも言いましたけど、魚のことはなかなか分かれないんだけど、魚の行動パターンにおいてはその時の状況っていうのはそこでちゃんと物的証拠として現れます。なので、ただただ魚を釣れたやったっていうのもいいんですけど、もしね、そういう先の方を、ね、見たいっていう方がもしいらっしゃいましたら、ぜひね、自分の釣った魚ね、どんな風にかかってて、前の後ろなのか後ろの針なのか、でそれがね、口のどこにかかってるかとか、右なのか左なのか、そういうのを全部ね、考えながらやっていくと意外と傾向が出てきますので、その傾向が出た瞬間に、あれ、もしかして魚ってこうやって動いてるのかなとか、そういうことが分かってきます。それができるのがやはり、針の概念です。はい、針をどういう風にセッティングするかっていうことはすごく重要なんだけど、さらにその先、やっぱりね、その針が、どのように刺さってたのかとか、そういうのすごい重要になってきますんでね、アクションのね、変化にもつけるニュアンスとしても使いますんでね、すごくね、針っていうのはたくさんバリエーションもあるし深いです。なので、まだまだね、たくさん針のパターンね、作っていけるかなと思いますんでね、ここで終わらずどんどんね、進化していこうかなと思ってますんで、ね、皆さんのお役に立てるようにね、皆さんにお役に立てることによって、僕のね、この楽しくやってらしていただいているガイドの仕事がより楽しくなれるように、ね、頑張っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ではですね、このルアーアクション編、第10話、ね、フック設定まで来ましたけど、次からはですね、ちょっとね、ルアーアクション編とね、ルアーチョイスのお話をしていく形になってきます。はい、ルアーチョイスですね。これちょっと見えねえ。
ルアーチョイス編で GT フィッシングにおけるジャークの歴史をお話ししていて、まあちょっとね、その触り程度ね、こんなルアー出したりとかしてるから、わかると思うんだけど、それこそ25年以上前から使われているルアーなどを紹介しながら、まあ、GT フィッシングって実はどんなジャークが最初に生まれて、で、そこからどういう形で、まあ、その推移してきたか、ルアーがどんな風に変わってきたか。僕、何気に今ね、44歳なんですけど、20歳の頃からガイドをやってるので、もう実際ガイド歴で言えば25年目。で、その、まあ、乗り子で言えばもっと前からやってたので、まあ、高校卒業してすぐ埼玉からね、宮古島に移住してるんで、まあ、考えたら27年目なんですね。まあ、そんな中で、この釣りを見た中で、どんな変化を遂げてきたか。もちろんね、その当時、ナイロンラインでやってる方もいらっしゃいました。で、僕、その実際に実調を体験したのは、高校生の時だったんで、もう高校生の時なんか全員ナイロンでやってたような時代だったんで、まあ、そんな時代のね、お話もできたらなって思ってますので、はい。よろしくお願いします。ちょっとね、次からがね、どちらかというともうこのルアーアクション編というよりかは、GT の歴史編だったりとか、そんなニュアンスになってきますので、皆さんね、そんなお話ね、もし聞きたいなって思ったら、ぜひね、また次の動画もよろしくお願いします。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。